アサイ4ンすか。付きそうですね、でもね。で、なんか、その、売ってくださいじゃなくて、この価格だったら売ってもいいっすよ、みたいなね。ちょっとこう、強気スタイルがいいですよね。強気スタイルに出ても良さそうな車です。うん、で、しっかり現役で乗ってますしね、整備もしっかりしてるし、言うことないんじゃないですか。まあでも、 なんかね、R34 といえば吉谷さん、吉谷さんといえば R34 だったんですけども、日本一の R34 だったのかなと思いますけどね。まあでもそれをあえて売るということで、いろんな人の気持ちをね、動かしている。なかなか面白いんじゃないですか。うん。いってらっしゃい。